中央同盟国及びその植民地連合国及びその植民地中立国中央同盟国の四君主。左から、ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世、オスマン帝国皇帝メフメト五世、ブルガリア国王、フェルディナント中央同盟国は、第一次世界大戦時に連合国と戦った諸国を、指す名称。 日本では単に同盟国と呼ばれることも多い。三国同盟を結んでいたドイツ帝国とオーストリア・ハンガリー帝国及びオスマン帝国、ブルガリア王国の4カ国を指す。中央同盟国という名称は対立する連合国のロシア及びイギリス・フランスによって、それらの同盟諸国が東西から挟まれていることに由来する。位置関係において、 オスマン帝国は特に着目するべきである。なぜなら、大戦の主因が、オスマン債務管理局をめぐる、再建国間の対立であり、三国同盟で、中央同盟に残るドイツとオーストリアは、自国の投下資本と一緒に、オスマン帝国の生態を維持しようとしていたからである。1917年の10月革命の後、崩壊したロシア共和国から、次々と独立を宣言した各国が、 中央同盟国と同盟を結んで、ボリシェビキとの戦闘を展開した。ボリシェビキは中央同盟国の軍事力によって圧倒され、中央同盟国はブレストリトフスク条約によって、赤軍並びに艦隊の撤退とそれら諸国の独立を承認させた。1918年11月に中央同盟国は連合国に降伏し、 それら新しい同盟諸国の多くは連合国によって一時的な占領を受けた。中央同盟国を構成した国のうち、ブルガリア王国以外は敗戦後数年のうちに政府が崩壊した。ありがとうございます。